ちは、ナミオです。エビ踊りさんのオリジナルソイル、ダンシングソイル、こちらのモニター企画経過報告でございます。本日が6月の2日、立ち上げましたのが5月の13日、そして生態を入れましたのが5月の24日となっておりますので、立ち上げてからちょうど20日、生態を入れましてから9日目と、いうことになっております。水槽の方はと言いますとですね、こういったようにうっすらと壁面に苔が出てまいりまして、緑色の苔です。これ前面の方は今手動で掃除をいたしまして、側面と奥の面はそのままほったらかしにしてます。横の面見てもらったら分かりやすいかと思うんですけども、緑色の苔がうっすら出てまいりました。で、驚くことにヒューマス等々の添加剤っていうのは何も入れてないんですけども、ケンミジンコが湧いておりまして、地エビが育つ環境というのが出来上がってきてるのかなといったふうに思っております。生態の方は非常に元気でございまして、ご覧のようにつまつまと動き回っております。多少ソイルを洗いすぎたので、ひょっとしたら余分な養分というのが溶け出して普通の栄養ソイルみたいな挙動をしているかもしれないなということで、エビ踊りさん心配してらしたんですけども、今のところ大丈夫のようです。落ちることなく元気に元気にエビさんは育っております。餌の方はまだあげておりませんで、何でもエビ踊りさん曰く、生態を入れてから3週間ほど経って落ち着いた状態から餌を入れた方が水槽が安定しやすい、エビの健康にも良いということを聞いておりますので、そういった風にしたいと思って、まだ餌は与えておりません。早く餌食べさせてあげたいけどな。その代わりなんでしょうか、これちょっとアヌビアスの株分けした時にですね、若干このハサミを入れたところのそばの葉っぱっていうのが枯れてきちゃってるんですけども、その枯れた葉っぱなんかはもう非常にえらい勢いで食べてまして、もう網の目状になってきております。そしてですね、なんで今日この経過の動画を作ったかと言いますと、チエビが生まれておりました。なかなかピント合わせづらいんですけど、分かりますかね、ソイルを張っていったチエビちゃんが元気な姿が確認できます。大きさからするに、おそらく今日か昨日生まれた子だと思われます。これさっき言ってた網目になったアヌビアスの葉っぱなんですけど、分かります？この画面にチエビが今2匹います。網目になった葉っぱの左上と、あとミクロソリウムの葉っぱと葉っぱの隙間にちょこんって見えてるの分かりますかね。ソイルの隙間にはまりそうなんですけども、うまいこと歩くもんですね。これは分かりますかね。正解はアヌビアスがくっついてる葉っぱの角っちょ。別段チエビ用の餌っていうのは今のところ入れる予定はないんですけども、まあ、モスの切れ端ですとか、壁面についている苔ですとか、あと水中にいる微生物、何かを食べて育ってくれるのではと思っております。で、立ち上げから20日目、生態を入れましてから9日目の経過報告でございました。ねえ、エビさんが元気で何よりでございます。こちら底面フィルターのパイプの部分にもムラがあります。なんかここ好きみたいですね。きっとあれでしょうね、フィルム状の微生物がたくさんついておるんでしょうね。
パイプの部分もそうなんですけども、こうやってモスの方にむしゃぶりつくなんていうのもよく見られる風景でございます。それではまた経過の方を報告したいと思います。動画の方は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。他の動画も見てやってください。ほな、さよなら。